秋元梢っていう髪型だったりキャラクターが重要視されているモデルだと思ってます。普通にモデルといえば動くマネキンだけど、そこに個性を乗っけても許されるモデルさんとダメなモデルさんがいて、多分私はパーソナルが強いモデル。モデルって表現する仕事って思われるけど、表現してるっていうよりも自然となりきってるっていうか、みんなが作ってくれたところに参加してる感じ。モデルの仕事って結構瞬間瞬間の仕事だから、絶対この写真だったらこうだなっていうポーズに自然となっていく気がしてて、初めからこのポーズしようってやっていく方がうまくいかないことが多いかな。夜な夜な DVD ずっと見てる。いや、無駄ではないと思う。無駄って思うから無駄だから、その時間でリラックスしてるだけでもいいと思うし、たくさん寝すぎたなって思っても、じゃあこれで疲れが取れたんだとか、なるべくポジティブに考えるようにしています。モデルは何でも着れなきゃいけないから、自分で似合わないなと思っても、じゃあそこをどう自分に似合うように取り入れていくかは結構考えてるかな。プライベートでは黒しか着ないとか、シンプルなものしか着ないとか、いろんな自分なりの好きなものは決まってるけど、仕事だからこそ普段着ない柄物だったり色物だったりを積極的に着るようにしたり、いろんなものを着てきた気がする。それは仕事でもそうだし、小さい頃からパンクファッション、ロリータとかストリート、カジュアル、ギャルとか、いろんなのを着てきたから分かるのかもしれない。だって失敗しなきゃ分からないこといっぱいあるし、成功してるだけだとなんか何もないかな。